なしけらねえの扱いのフェロですよ、はいはいはい、出版社もいっぱいいたんですけど、超かっけえと思って、俺が本出したいって言ったのに、あの本でいっぱい出すと言われるじゃないですか、また出したのとか、いいね、出て、ふざけんなよって、どんだけ大変なんだって、はい、幻のデビュー作、これ、これが2008年の2月。そうだよ、始まりました、もんてつチャンネルです。今回はですね、関先生にですね、著書の話を聞いていこうかなと思って、はい、お願いします。やはりたくさん本書いてるじゃないですか。まあ最近もそうですね。 ありがとうございます。時事英語の予想ですね、これ当たったらすごいですね。まあまあでも大学一般で当たるか当たらないかって絶対当たるんですけど、あーこれもね、うん、いい企画で、医学部向けの本って、まあ、ありますね、はい、でもなんか薬とか看護って全然ないがしろされてかわいそうだなみたいな、少ないですね。そうそう、なんならね、過去問もねえぞみたいな、あっても答えだけみたいな、あまりにかわいそうすぎませんかっていう、あんま正義感とかそういうのないんですけど、ここだけはちょっと、なるほど、でも確かったです、看護系の問題。今や何冊になるんですか、もう100弱ってとこですね、98とか78。じゃあ2020年100いく感じですね。まあ余裕でいきますよね。でも森田先生の方が全然ペースもう55でしょ。もうやめたい、やめたいです。あの本でいっぱい出すと言われるじゃないですか、はい、なんかまた出したのとか、いいねいいねとか、ふざけんなよって、どんだけ大変なんだっていう、もう大変です。10、20出した時点でもう変態ですよね。そうですね、もうそれはね、すごいこと。昔予備校でも、あの時20冊ぐらい出してたかな、10個ぐらい上の先生が、はい、いいねいいねとか言うから、うん、もう先生も書けばって、もうためですよね、先生も書けば。そこから話しかけてくれなくなりましたね。いやでも本格が大変で、多分ペースは森田先生の方が。いやもう今年でもう最後にしたいです、このいっぱい書くやつは。もう手いっぱいです。お前大変ね、砂漠にじょうろで水かけてるような、いつこれいっぱい海ができるんだろうみたいな。たまにね、ドーンと海作っちゃう人いるから。そうなんですね、テックさんとかね、キンフレーのすごい。でもね、羨ましいなって思う反面、夢がありますよね、うん、トーイックの本で100万部いくんだっていう。そうですね、あだからすごい業界に夢があるというか。そう、本当にどこ行っても持ってますからね、みんな。会場みんなキンフレでしょ。もうたまに俺の見ねえかなって見るんだけど、またキンフレで待って、分かるじゃないですか、ね、うん、だから俺、森田先生を信用してる一つに、一回会場で会いましたよね、トーイック。あ、会いました、トーイック会場、はい、あの、ね、出ちゃいけないとこから俺ガーンって出てったら、並んでてみんなちゃんと大関先生とか言って、で声かけられた時、大体俺生徒だから、はいはい、一瞬こう認識、2秒ぐらい認識できないで、はいはい、ああと思って、まさかね、いやそれは受けてるとはいえ、はい、会うとは思わないから、いやで、で iPad で一生懸命こう出たものをね、ああいう姿を見ると信用できますよね。トーイックはゲームに過ぎないとかいう講師いっぱいいるけど、はい、ウケるわこの野郎、手抜くよっていう。最初の出版のきっかけは何だったんですか。めっちゃ本書きたい。あ、はい、とにかく本書きたい、俺の話は全国でいけると、うん、でもどうしていいか分かんないじゃないですか、はいはい、でホームページとか見て勝手に応募して、だから漫画家みたいな感じですよね。あ、へえ。漫画家ってなんか持ち込み大歓迎とかって、はい、そうですね、そこにメールして、で剣虫けらめの扱いを受けるわけですよ、はいはいはい、出版社もいっぱいいたんですけど、うんうん、お前のとこから絶対出さないことみたいなぐらい、すごいもうほんと虫けら扱い、はい、で心折れてって、でその時にヨゼミの数学の津田龍馬先生、なんかまあ仲良かったんで、うん、次の日朝から授業のに3時ぐらいまで酒飲んだりしょっちゅうあって、で彼が福崎先生を紹介してくれるから、はい、あの予備校行ったらって、うんうん、力を評価してくれて、いやあの予備校は興味ないから本を、で福崎先生やってくれて、へ、で僕本書きたいんですって言って、でその場で企画書を渡して、はあ、そしたら今もう酒飲んじゃってるから、じゃあまたねなんつって、へ、次の日から電話かかってきて、実はトイックの本があるんだけど協調しませんかって。へ、だから俺は福崎先生にはもう頭上がらないっていうか、いやなんかすごいですね、うん、本当に福崎先生いなかったら俺どうなったんだろうっていう。スタサプトップの関先生が、ね、本出すきっかけになってますし、ね、河合塾トップの成川先生も福崎先生と、ああそう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 きっかけで、はい、本出す、ああ、福崎先生きっかけで、津田先生と成川先生仲いいから、ああ、3人でだから会ってたんだと思うんですけど、あ、そう、そもそも初めて、ね、福崎先生に会った時にもう津田先生と成川先生4人、あで俺が変なとこ予約しちゃって、はいはい、なんとなく飲み屋でおしゃれそうなさ、なんかもうカップルが行くような飲み屋しなんか店の中になんか池とかあって、はいはい、そこをなんか女と男が手つないで歩くようなところを俺たち4人で歩いて、はいはい、でこうちっちゃい個室に入ってやっちゃったなと思って、はいはい、あの時成川先生と会ったの初めてかな。一時期ね、同じとこで教えてたりしてましたもんね。ただ田田先生初めて会って、すごいもうかっこいいじゃないですか、福崎先生、はいはい、氷室京介みたいでしょ、なんかそうですね、背高いし、はい、初めて生福崎見ちゃって、あ、かっけーって思って、でそれが何がかっこよかったっていうと、河
監修かなんかした単語帳、自分が名前入ってる、うん、あこれ今度の新刊ですって言って、超かっけろって、俺が本出したいって言ってるのにいきなり配っちゃってるのね、ゴールが見えちゃって、その時トイックなんか受けたことない人、はいはいはい、慶応の文学部でね、通す意味だから話題にはなすわけですよ、はい、あいつが980出したとか、変わってないんですよ、僕の時もそうでした、上にね985、990いましたからね、そうそう、その時にそれは何だいみたいな、トーフルと何が違うんだいみたいなテンションだったんだけど、まさか俺が受けるとはと思って、広告とか見てたりもしたんで、関先生、成川先生ので当時池袋にあって、豊島岡隣で2人の名前がこうなってて、広告とかが出てて、僕が徒歩3分とも住んでたんでそう、2人で教えて、だから他にもその数学の津田先生とか、うん、若手でもう結果を出している講師の集まりみたいな、僕らはそういう意識でやってました、そうそうそう、あれがそうです、トイックテストの基本英文法が、あれが広告に載ってました、幻のデビュー作、そうです、これですね、デビュー、これがその広告に載ってました、しかも、うん、この本開くと、うん、お、すごい、すごい、サインが載ってます、これが福崎五郎先生のサインです、すごい、初出版って書いてあるんですよ、福崎先生って言われて俺も英語で書いてあるそうそう、で、もうやっぱ実力でしょうみたいな説明の仕方でしょうと思ったんで、うん、いけると思ったんですけど、うん、トイック業界はそんなに甘くなかった、すごい、説明がうまけりゃいいってもんじゃない、一応ね、算数理までは言ってるんですよ、全然重版かかんなかったってことはないんですけど、でもこっちはもう福崎五郎というビッグネーム で説明にも自信あったし、で何回か受けて分析して、免許持ってなきゃいけないんだなって、無免許運転してると思われてんだ、じゃあ待って出すかと、そうですね、2008年あたりから暗転行使っていうのがドドドドドドッと大量生産され出す頃ですからね、うんうんうん、いやそれでも説明がうまい方がやっぱ書くべきだと思ってたん、はい、ってんだけど、そうじゃないんだなっていう、そしてここからやっぱ角川つながりが結構、まあそれはでかいですよね、でこれ2006年出して、でそこからもういけると思ったんですよ、業界が注目してくれるの、全然注目してくれないね、はい、でそこから2年かかりましたよね、で福崎先生にちょうど何かで会ったんで、その時サインも書いてもらって、でいやなんか全然2冊目いけないんですけどって言ったら、とりあえず角川、まあ、当時中継出版とつながりがこうやってできてるわけだから、うん、編集者にまず会いなさいと、ほうほうほう、で言われる通りアドバイスしてやって、で、まあ、うまくいったんですよ、その編集者がすごい力出してくれて、そしていよいよ出るのがあれですね関先生といえばもうこれですね、これが2008年の2月、世界一わかりやすい、そうそう、これはすごかったですよね、だからこっちの担当編集者2人いらしたんですけど、はい、の1人の方が、まあ、コンタクトって言われて、いろいろ喋って、なんか名言売れてんのよねみたいな話、女性なんですけど、でも文法書も売れてる、ジャックつけたらみたいな、2人でアイデア出しながら、だからこう例文がこう名言使って、なるほど、シンデレラとか、これがだから単調としてはこっち、みんなこっちデビュー作だと思ってるんですけどね、まあ、単調としてのデビューはこっちですけど、20万部超えですね、今爆発的ヒットでしたからね、純駆動池袋ブックファーストもありましたもんね、ありました、あそこにもすごい並んでましたからね、はい、まあ、ここでやっぱりドンときた感じ、そうですね、これで雑誌とかいろんなところのオファー来ましたね、この世界一分かりやすいシリーズもドーンと出ましたもんね、うん、はい、年2冊3冊ペースぐらい書いてたのかな、あの時はしんどかったですよ、期待日飛行機の中で書いたりとか、ゲラもらうでしょ、はい、コピーして、で生徒に全部1章ずつやってあ、まあ、間違い持ってこいって、 あと分かりにくいところとか、あ、なるほど、うん、気に食わないフォントとか、うんうんうん、全部持ってこいっつって、でも全部こうな、いろいろここはこうであれとか、チームがすごいですもんね、今ね、ここも、はいはい、ここやってきてるんですけども、ここですね、そうですね、そうですね、で今日祝日なのに8人ぐらいいますから、そうですね、よく考えて、そうですね、今祝日取ってるのに、そうそう、うちホワイト企業、超ホワイト企業ですよあの残業なし、ノルマなしなんですけど、でも学生なんか結構ありがたいらしくて、やっぱ休みの日とか、極めろ、幾分も出したりとか、偶然でしたね、はい、ちょっと僕のあれが出るちょっと前ぐらいにトーフルをね、そうです、俺最初自分の送られてきたと思ってあれ早いなと思ってみたいな、トーフル僕らはみんな新形式対応と、トーフルが新しくなるんだから、うん、この新形式対応をでっかくやってくれっていうのに対して、出版社がこの極めのマークをでかくしなきゃいけないんだってずっと言ってて、なんでなんだろうなって思ったら、こういうことだったのかってこれができた時に分かりました、これもそうですよ、これ正誤問題だった時だから、そうですね、これ正誤問題全部書いて、はいはいはい、全部おじゃん、そうですね、2006年でね、うん、そう変わりましたからね、うわーみたいな、うん、しかも正誤問題得意だし、はい、うん、ね、予備高校生の腕の見せ所じゃないですか、そうです、この通りです、ね、あれ殴っちゃって、そうそう、もうね、基本的に出版って事故ありますよね、はい、ありますね、うん、アクシデントも、ね、そういうアクシデントを乗り越えて
出てるのに言えない事故いっぱいありますからね、はい、表に出せない事故いっぱいありますから、ね、なんで俺ばっかこのひどい目に遭うのぐらいのこともあるし、そのトイックの形式が変わっちゃうもそうだし、これからどんなの出していくとかあります？あんまりその先のこと考えないんで、今必要だろうなって思ったものを出していくっていう、ただなんかすげえいいこと言っちゃいそうだけど、誰かの助けになればいいなっていう、この看護もそうなんですけど、絶対どっかで予備校も通えない、通っても看護対策英語なんて普通ほとんどないし、あってもなんかね隅っこね、な時にこの本を、まあ、バイブルとまで言わないけどしてくれる人が絶対いるはずだから、うん、自分が昔そうだったようにね、この本で救われたっていう、だからそういうのは出していきたい。でもそれって何だろうって考えなきゃいけないですけどね。だからこれもね、僕はあの後ろ の, あの終わり に、はい、試験会場持ってってほしいって書いてますけど、重い、うん、でもその重みを感じられることができるよっていう、うん、なんかそれ嬉しいですよね、こんな重いものを持ってってくれるなんて。 3A のツイッターにこれ、ね、狂気だとか書いてあったから、誰かがこれを支えとしてくれるっていうのはすごい、本ってそういう力があると思うんで、うん、なんかそういうのを書きたいなっていうのはありますけどね。じゃあそれってなんだろう、だからその時に必要なものを書いていく感じですか。だから実はああよく言われるんですよ、もう編集者からも関先生の書きたい本って、いやこれっていうのはないかな、食べたいものって言われるの一緒ですよね。あ、その時によって違う、うんうんうん、今お腹いっぱいだからじゃあデザート食べたいなとか、うん、じゃあデザート的な本出そうとかって、うん、でもまあストックで単語帳出したんで、あそうですねストック、うん、はい、まあ、とりあえず朝の風景を変えたいっていうあれテーマ、うん、みんな朝いろんな単語帳見てるでしょ、横から見ながらいやそれじゃないとっていう、だからそれをストックやってくれればもっと楽になるよっていうのは考えなんで、うん、となると次は総合文法書、文法演習はポラリスが出ましたしね、うん、直前のやつも出ましたもん、ね、うん、出ました出ました。ただまあ学校であの配られる系、はい、仙台あっち も出したいなと思うし、こういった形でそうですね飾ってありますんで、すごい、うわすごい、まあこれもね全部じゃないですからね、そうです、すごい、今後どうなっていくのかまた期待したいと思いますよね、うん、はい、はい、ここは関先生に教えていただきました、ありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。